あった。夜来るべきかな。まあその辺含めてね、改めて確認という体で来ましたけれども。着きました。無事電波が死亡。要塞やねもう。ちょっと見た目の違う軍艦島だもん。長浜市から車で約40分のところにある鉱山跡は、過去には銅の採掘を行っていた場所です。銅よ。明治40年から昭和40年に閉山するまで銅の採掘をしていましたが、現在では廃墟となっています。様々な心霊体験が報告されていて、不気味な雰囲気が漂っています。こちらで写真撮影をすると血のようなものが映っていたりして、怖い体験をされた方も多いです。肝試しに訪れる方も多いスポットなので、肝試しされたい方はぜひ足を運んでみてください。そんぐらいかな。さてと歩くべ。はあ。死の後ね、あの苔とかじゃねえのって思うけどな。場所はあってんだけど、土倉鉱山、土倉、うん、ぱっと見ビビるから。道がないんですけど。北へ見ないじゃん。どうです？霊感なんか感じます？うん、あるんだ。ビシビシ感じる。悪い子のタイプ？普通なタイプ？悪いのもあれば。コウモリちゃんどこにでもいるな。あのそこの説明文にも書いてあるけど、あの昔事故があって雪のでコスパが悪くなったり、海外から安い銅が仕入れるようになって、ここ割りが合わなくなったので全部閉じられてるからね。全部封鎖されております。
よく入っていく勇気あるな。危ないから気をつけて、本当に。登れる？よう山登りやった後にそんな登る気力がある。マスクしてないから。気をつけて。これ上まで行こうとも行けるね。立ち入り禁止とは言ったよ。多分怖いな。肝試しにうってつけの理由はわかるわ。こういうのは俺歩いても苦にならない、緊張感が。そんななんかやばいのいます？やばいっていうか、そんなあなたが気にかかるだけの。引き込まれるね。なんか石碑がある。これ登れるよ。あれロープがさ、地球用のロープ。ほんとだ、あの木の枝にも見えるようなあの色のあれですよね。真ん中に垂れてる。登りてえな。やばい霊感感じるのは上の方からなんですね。上の方の山の中、鉱山の中だな。入りませんな、確実に。どうなんだろうな、1910年からの建築物って思ったら110年前か。古いわ。シーナを目の前にしてどうやって登る。登れるもんなら中入ってみたい。夜来てみたいね。どうだろう、この今立ってるこの外側、うん、から写真撮ってもなんかそんないい感じのもの撮れなさそう。悪いところ。ああはいはい、いっちゃん上じゃないか。ここっすよね。だっていっちゃん上だよ。
次行こうか。雲行きがおかしくなる前に。そうですね。